はい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 、フリーコンバットがお送りするエースコンバットインフィニティ、今日はなんとハリアーで円卓飛んじゃおうっていうことでね、やっちゃってるんですけど、フレンドのトシさんがアタッカーで円卓飛びたいっていう風なことを言い出して、いっぺん飛んだろかっていうことですね。その前に、ハリアーのアームズスロットが俺が円卓で飛んでる0と同じ41なので、セッティングを0のセッティングと全く一緒にアームズをしてみました。リロードの K、 そしてホーミーの M、 破壊改良の L、 誘導改良の L、 まあそういうセッティングですね。ただ今日ちょっと問題があって、何かっていうと、これ今日ちょっとね病院行ってきたんだけど、両手首にギブスの巻きだったんですよ。腱鞘炎なんてことだ。ラグった。すごいね、対空でもホバリング打ち。みんなあれなんですよ、ズミさんの誘導性能とか、ファイターの方がすごいんじゃねえかって思ってる人いるかもしれないけど、言っておきますけどね、変わりません。はい、多分違うっていうのはこっちエンスだっていう話があって、実はね誘導性能とかね一緒なんですよ。でレベルが変わってくると、スミソの破壊力、そしてロックオンする距離っていうのが伸びてくるんですけど、それも別にアタッカーでもマルチロールでもあんま変わんないと思いますね。ただ違うのは初期コストです。初期コストの高い台っていうのは破壊力とか大きいですね、レベル上がって。だからコストの低い機体のレベル上げてもコストの高い、戦闘機のパワーには追いつけません。まあね、高い金払ってね右側機体育てんだから、それぐらいの差がないとねということでしょうかね。はい、はい、一時が終わって、まあ大体南アジアで。あと、まあね、ファイターとマルチロール、そしてアタッカーで何が違うのかということなんですけど、一番大きな違いはスミソの破壊力。スミソの破壊力はファイターは対空に対してプラス音声されてます。で、アタッカーは待機下限に対してプラス音声。マルチロールは、なんていうの、補正なし。だから待機でも待機でも中途半端な威力っていうふうに、まあ、言えるかもしれないけど。だからまあアタッカーでもそこそこ戦うんじゃないの、待機でっていうふうに思うんですよね。重要なのは、まあ、パワーないっていうことですよね、対空に対空にと。あと特殊兵装が当然のことながら対空の装備はないです。ところがですよ、トーレートのドッグファイター屋さん、まあ、なんていうの、トップガンの連中によると、まあ、エースコンバットのね特殊兵装使わないって、対空でもうほぼスミソ1本ちょっと考えたらない。
やり方一緒、ね、アタッカーでもファイターでも間合いを取ってスピードを落としてやるでしょですよ。ただやっぱあのファイターっていうのは旋回性能とかいうのアタッカーは鈍い。でもハリアーも実はさっき機体の編集のところで見たんだけど、俺の持ってるレベル18だったかなの ATD0 よりもトップスピードこいつの方が実は速いです。ただ、加速悪いです、はい、加速が悪いので最高速度に到達するスピードは0なので、こんな機体は結構残ってんな。あ、南側に赤影が使えないんだよね。マップをよく見て、まあ、スコア取りたい人は、まあ、こう赤影を優先的に狙うという。ファミリーでも、まあ、こいつのスミソの破壊力が、まあ、あのインフィニティビルドっていうね、赤根さんが作ってくれてるシミュレーターがありますけど、あれで見て今のセッティングで1700足りません。だから、この赤タゲがね、一括になってないんですよ。30秒おいおい、クリアはしたいぞ、クリアはしたいぞ。まあ、マッチングレート1500前後の、ノラさんの2人いたんで、あと6秒か、人たちの活躍にかかってるところなんですけど、エスクリアはダメか。あ、それでも8万だよ。俺、腱鞘炎で、うん、両手、ね、シーネっていう、まあ、ギブスなんですけどね、はめられてて。遠隔をハリアー A 級で飛んで8万点出しました。どうだ。うん、まあね、1人はレート2300近くの人が13万点取ってますね。まあまあそんなもんかね。あのね、レートの高いノラさんもホストがハリアで飛んでるのを見て何やってんだって思ったかね。ランキングが4000に落ちちゃったか。